はいどうも、ジュウです。スプラトゥーン3サイドオーダーパート32やっていきましょう。さあ前回の続きからですね。さあ今回も秩序の塔を進めていきたいと思います。さあ前回は確かチャージャーでクリアしたと思うので、今回はストリンガーでやっていきたいと思います。風化のパレットですね。ということで、前回で、もう本当にね、すべての要素をハッキングし終えたんですけれども、まあ、それをやってしまうとね、ハイリスク、ハイリターンがね、ちょっと弱くなってしまうので、まあ、ぶっちゃけ言って、まあ、これは後でやろうかなという感じにはしていますが、で、今回ストリンガーということで、今回チャージキープが欲しいんですよ。まあ、なので、チャージキープを出すためにも、まあ今回はストリンガー、しかもこれ一番出やすいのがムーブなので、今回ラッキーですね。ということで今回はこれでいきたいと思います。で、噂によりますと、ストリンガーはめちゃくちゃ難しいらしいです。まあ確かに、俺もね、やったことありませんので、まあどうなるかはまだわかりませんけどね。よし。じゃあ行きましょう。確か一番偏りはオンにしていたかな。準備はいいなさい。じゃあ行くとするか。上参りまーす。とりあえず、まずは、大丈夫だと思うよ。ちょっと待って、まずはね、俺今回はもう、本当にムーブを揃えましょう。まずは。はい。ということで、一回から、攻略を始めていきましょう。うわぁ。でもね、ぶっちゃけね、最初はね、まだまだ簡単な方だと思うよ。うわぁ、ここのボールを運べか。3本の。まあね、これ、やっぱりトランストリンガーみたいな感じだからさ。まあ、最初は至ってシンプルな、まあ、トライストリンガーみたいなね、そういうことはまあ、あんまり違和感はありませんけどね。で、ちょっと待って。あ、ここってもう、敵出てこなくなるんだ。てか、ちょっと待って。戻るんだけど。ちょっと待って。いや、待てよ。オッケー。待て、ちょっと待って、むずくね。ちょっとむずいな、ここ。なんか意外な位置調整とかが難しいような気もしますけども。まあ、それは俺だけでしょうか。やべ。しかも、外して、ちょっと相性悪いなぁ。だって俺、基本俺、こういう、サブスク使わんからな。大丈夫かな。ちょっと不安なところでもありますけどね。あ、もう下辺行っている。でも意外と行けるのでは。あ、もうちょっとゴールだ。いけ。はい、素晴らしい。ということで、まずは1回をクリアしました。1分30秒。これでまずはイカロールアタックができるようになりましたね。オッケー、チャージキープが来ました。で、1.25秒まで、チャージキープができるようになったので、もうここでなんとか狙いますよ。スペシャル使わない。多分大丈夫。ほら。でも、トライストリンガーって、トライストリンガーでしたっけ？確か、あれ？トライストリンガーって、普通だとあれできないよね、チャージキープって、バトルでは。え？ラストだったっけ？チャージキープできたのは。待って、そこのところは忘れてしまいましたが。待って、こういう時には、これを、これがいるね。やべ。まあ、その分ね、他の敵は一切湧かないので。まあ、安心って安心ですね。でも、ここは、濡れない、壁や床なんで、多少ちょっと危険するかもしれませんが。
と、それにしてはなかなか当たらないね。いけ、あぶね、やべえな、むずいな、ちょっと待って待てよ、待て、当たれ、当たらない、 OK、 当たった、あと1体 OK、OK、なんとか2回クリアしました。まあ言うてこんな感じか。 OK、 はい、次じゃあちょっと今回青のカラーチップどんどんつけていきますよ。まあつけないよりかはもう断然つけといた方がお得なんで。いや、ムーブのカラーチップってさ、まだ全然揃ってないんだよね、情報が。だってさ、あと4つでしょ。あとやってないのが、今やっているストリンガーと、あとは、なんだっけ、あと、万太郎か。万太郎の、なんだっけ、あの、スロッシャーのやつと、なんだっけ、確か、あー、あれだ。待て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 。OK。待て、あ、やべ。OK、OK、OK。ちょっと待て。ここで攻撃されたら、まずいことになってるって、ちょっと。あ、いや、これでうまくいったな。スロッシャーと、あとは、あ、武吉の、やつだ。武吉の筆と、あとは、ハチのやつだ。よし。なんとか、とりあえずここもクリアしていく。どうしよう。じゃあ、ここは、突撃ダメージ行きましょう。ちょっとでも難しいやつは、やっといた方がいいからね。やっぱりね、武器ごとによってさ、やっぱり難易度が違うのよ。でもさ、あれなんだよね、本当に。あれが水っこになるのよ。あの、ポータルが。あの、ポータルが、ちょっと、簡単すぎるせいで、より水っこに感じるのは、俺だけなんでしょうか？まあ、俺今、攻撃力2倍に進んでるからね。まずいって、これは。やべ。ちょっと待って。あいつ。はい、OK。なんとかうまくいけてる。4回クリア。意外といけてるよ。はい、これで突撃ダメージをゲットしました。はい、次5階ですね。ここは自販機確定フロアなので、ちょっと出すのは難しいんですが、まあここはリセットなんだか使っちゃいましょう。移動スペシャルか。ちょっと簡単すぎるがゆえですが、まあ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 、まあでもね、こういうのもね、大事ですよ、意外と。よし、行くぜ。ポータルを壊せ。じゃあ上から壊しに行こうかな。こう来て、はい。はい。はい。オッケー。だってこういうことになるんだもん、ポータルは。はい。オッケー。もうポータルは死ぬほど簡単。17秒。もう、こいつもう、よりミジンコになったからさ、ほんとにあれなんだよな。あ、カラーチップだ。先輩の行動スロットを追加して、同時にセットしておけるサポートコースを増やすこともできるんですよ。ドローンの設定は他にもいろいろありますので、見てみたくなったら、ストーンの外で私に行ってくださいね。そう、姫のやつもね、これ、ハッキングが必要なんですよ、実は。チャージキープ勝ちました。2.5秒。2.5秒。ちょっと長くなったね。まあ、ぶっちゃけ、俺、チャージキープがいかに使えるかどうかは、別の話ではありますけどね。よし。行くぞ。ここもなんとかエリアを確保してたら、まあ、こいつ気をつけてればいいもんね、これ。まあでもちょっと、チャージ時間もちょっとだけ欲しいよね、落ち着け。でもね、ここはそんなに短くねえのよ。
だってもう、だって出現する敵の数が決まっているからね、ここは。もうこれで敵は出てきません。オッケー。これで6回クリア。もう難なくいけちゃうね、これ。難なくいけるから、もうこれは楽勝よ。はい、次。じゃあ、また突撃ダメージ振っちゃいましょうか。もう今回はマジで青に染めますよ。ちょっとね、青にも染めないと、なるべくね、最後の8を攻略する前にはね、なんとかコンプリートしようかなと思ってるんで、バッチを。だってさ、カラシック系の、あれはね、もうやろうかなと思ってるから。だってさ、もう、勇気あと1つ、ほんとに。あれ？てか待って。待て、オッケー、こうして、待て、反対側にも湧いている。出て、あ、やべ。やぶねえな、マジで。オッケー。はい、オッケー。これで7回クリアしていく。意外といけるもんだな、これも。はい。ちょっと待つ時間はありますけれども。はい、次。ここもなんとか。うわ、移動泥ゲージ、じゃあ、つけましょうか。移動泥ゲージって、これさ、あれ？でもこれ、ハッキングしなくてもこれいけるんだな。まあ、でも、つけたいものはどんどんつけたいよね。おっと、ここで、ラッキーカラーチップフィーバー。しかも、ポータルじゃん、ここ。大丈夫、俺もう楽勝でクリアしちゃうぞ。はい、ここ1個。出て、こう来て、はい。で、2個。はい、こう来て、はーい。おい、大丈夫か、これ。まあ、確かに攻撃力2倍積んでるっていうのもあるけどさ、それにしても弱くね、ポータル。OK。はい、次。もうどんどん行きますよ。移動スペシャルと突撃ダメージ。わあ、どうしようか。じゃあ、ここは、あえて激ムズ行こう。もう、ここの激ムズもね、もう俺もね、もう簡単に思えてくるんだよな。お、またポータルを壊すんだ。で、こう来て、こう来て、はい、オッケー。いいよ。待てよ。オッケー。オッケー。待て。まずお前を倒すところ。やべ。あー。あぶねえ。ちょっと待って。今マジでやられたことだから。出て。よし、いいよ。あぶねえ。待て。オッケー。ちょっと待って。まずいな、言うて。まずいな、どんどん回復されてしまう。あ、落ちた。落ちてしまっても、こうやっていけば、なんとか、復活するからね。やべえ。いけ。あ、待って、敵が多すぎてさ、こういうの段処理しきれてないからね。まずいって言うて、じゃあこっちから先に攻撃しちゃおうかな。 OK、 これからあと1個。待って、でかい敵湧きすぎでしょ。でかい敵湧きすぎ。で、あーぶね。待って、 OK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 、 よし、これでもう安全に攻撃できる。ありがとうございます。よし、これで9回クリアしました。100秒かかった、ちょうど100秒かかっちまったよ。大変だったぜ。よし、次10回ボス戦ですね。なんとか頑張っていきましょう。
まあでもね、やっぱりこういうので稼いでいけばいいわ。うわ、回転寿司だ。待てな、結局回転寿司と戦うことになるのかよ。なんかさ、ほぼ毎回戦ってるような気がするよ。あと打ち付け、ちょっと待って。やっぱり全部の武器で回るというのもちょっと大変だけどさ、やべ、俺これ潜伏、これ動いていたら見つかるんだよこれ。俺もう少しずつ敵湧くからね。やべ、ちょっと待って、あー待て待て、逃げろ、逃げると、うわ待て、そういうか、待て、これ使えば大丈夫なはず。オッケー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 、今のうちにもう身を攻撃してしまいます。オッケー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 、はい、やべ、オッケー、いいよ、やべ、チャージだ、やべ、待て、こっちに逃げて、やば、ちょっと待って、待て、もうここに攻撃が効かない、いけ、あー待って、攻撃が効かない、待って、次なんだ、うわー、RPG が飛んでくるね。まあ、結局攻撃でもガムしてくるんだけど、待て、ちょっと、もう一番上に向かって攻撃しよう、どうだ、やーだ、ちょっと待って、まずいな、ワースト効いてた、待て、起きてよ、ちょ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 、あ、オッケー、素晴らしい。もう一、もう最終チェックポイント表示されたら、もうとにかく一番上攻撃してしまえばもう倒せるから、それが楽だから、もう本当にこういうやり方はいいんですよ。はい、2分かかりました、ちょうど。はい、次、ここは自販機確定フロアなんで、ちょっと出すのは難しいんですけれども、じゃあ移動スペシャル行きましょう。もうね、結局ね、もうとりあえず見ればいいやという感じでもありますけどね。エリアだ。待て、落ち着け、こう来て、まあ今回ね、半分ぐらいまで進めればいいかなという感じもしますけれども、待て、落ち着け、落ちて、やべやべ、待って、あぶねー、やば、ちょっと待って、やべ、あぶねー、いや、待って、初めてやられた、まあ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 、で、待って、チェックポイントが、チェックポイント踏んでねー、まあ待って、やっぱりこいつ最初に攻撃する、待って、お前を許さねえ、ちょ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 、あいつはし、そういうことなんだよ、結局結局アルペジオのせいでやられたんだから、俺はお前を許すつもりはない、ぶっちゃけ言うて、はい、こう来て、よし、残りあと40カウントよ、さあ、こっからでも使ってこいよ、やぶね、そうやって OK、残りあと10カウントだ、はい、素晴らしい、オッケー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 、なんとかクリアしている、いいね、これで11回をクリアしました。次なんだけれども、まあとりあえずまずはムーブ系のやつが欲しいので、オッケー、チャージキープ来ました、もうチャージキープは優先でいきましょう。でもなるべく難しいのもね、やりたいんで。バッテン坂って何だった？あれか。しかもまたポータルじゃん。マジでポータル楽勝なんだから。はい。はい。
ちょ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 、いいよ、いいよ、全然。はい、OK。 うお、なんか一気に大爆発によって倒したね。はい、 OK、 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 OK。 はい、待って、できればさ、チャージ時間、いやでもチャージ時間今回つけれないな、青で揃えたいから。よし、それにしても報酬が短え、泣けなしじゃん。はい、次。わー、出ないな、もう一回。え、どうした急に。 OKKKK、 お、チャージキープ来た。また今度5秒だ。5秒は長い。もうこれでね、もうどんどんやっていかなきゃといけないからね。よし、行くぞ。プロプレイヤーグラハクビ。行け行け行け。あともうこうした方が早いかも。行って。プロプレイヤーグラに当たった。行け、ほら。いいぞ、危ない危ない危ない、しっかり人数回復して。待て、大丈夫かな。わ、待って、タワーがまた湧いてきたんだけど。はい、こうして、はい、でこうして、はい、 OK。 なんとかまずは第一関門突破していく。待て、大丈夫かな、本当にそこら辺ちょっと不安になってきたんだけれども。まずいって、こう来て、はい、そしてまずいか、この状況はまずい。関門内だってマジでちょっと進まないからね、本当に。やば、ちょっと、あと、ボイブンミット。やべ、ちょっと待って、ここは、ちょっと待って、使えてきた。危ねえ。ちょっと待って、なんか狙いすぎない。見て、なんかアーマー、ゲットしていく。いいよ。やばい、OK、強敵が減った。今のうちに。OK。うまいわ、なんとなく。いいよ、全然。これで、825はでけえ。よし、次。OK、チャージキープがまだまだ来た。7.5。これがラストですね。OK、OK、OK。頑張っていこう。またポータルだ。まあ、ポータル多いけど。まあね、これね、楽勝なのよ。待って、落ち着け。落ち着いたらいける。ちょっと待って。にしてもさ、なんか、初手からさ、敵が多いんだよな、ほんとに。まあ、でも、前回の風が楽勝するとだけか？これは。まあ、確かに、最後はあの、チャージとパーセントで、いけたから、もう本当に爆速でしたけどね。あれは。出て出て、はい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 、オッケー、ラスト1個、あと1個、オッケー、オッケー、いいよ、オッケー、よし、止まった、オッケー、オッケー、次で半分だ。なんとか残り半分も頑張っていきたいんだけれども、よし、これでチャージキープ終わり。はい、こうすることによって、はい、チャージキープが3つ目、溜まりました。でもね、ムーブ系ってたくさんあるんだよな。あとサポート系も。まあ、なんとか頑張りましょう。で、まだ、情報を埋めていないものもね、なんとか優先していきたいんですけれども。言うてさ、これ、だいたい2、3個ぐらいしか埋まんないんだよな。大体言うても、大体3、4個いければね、本当にいいと思ってるんだよ。
だってさ、もう、ダブルか。やべ、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと一緒に倒さないと。やべ。この床濡れないからさ、ちょっとこれ、まずいんだよな、本当に。やべ、ちょっと待って。危ね。ちょっと待って、もうここは、もう、ちょっと戦おう。OK。だってさ、ここマジむずかったからな、当時。よし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 。やっぱり30分攻略すると、もう半分いけちゃうんだよな、ほんとに。よし、次。もう埋めたいところはもうどんどん埋めちゃった方がいいのかもしんない。はい、ここがこんなに伸びるデコ横山の、またポータルだ。ポータル多いな、やっぱり。マジで、待て、いきなり敵多すぎる。やべ。危ねえな、ほんとに。まずいな。はい。OK。危ねえ。マジ危ねえ。OK、いいよ。なんだ何が起きている？まずい。いけ。やばいか。あ、まだ耐えてる。こちら受けるのに自動進歩。というか待って、まずいか、この状況は。いけ。あ、もう、ちょっと待って。何が起きてんの？危なかった、今の。ちょっと待って、何急に。くそ。まずいな、次が最後のライフか。まずいな、やっぱりとにかくむずいわ。そういうことか、マジでわかるわ。やば。ちょっと待って。マジでさ、アルペジオがやばすぎる。本当にアルペジオがやばすぎる。ちょっと、あれから僕の子もないんだけど。マジ、あ、やばい、天井が。やばいな、ちょっと、ここはマジ気をつけるんだ。ちょっと、一旦お前を倒して。マジで頭上についてとか、こういうことなんだよ。危ない。わぁ、行った。マジで危なすぎるって、これ。なんだ？ OK、ちょっとマジで、ちょっとやらないように気をつけましょう、こっから。じゃあ、一旦、今回はこれぐらいで終わるとして、じゃあ次回、17回から進めていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サバちゃん、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。